距離トロピカーナフィールド。ベースボールファンの皆さん、こんにちは。今日はここトロピカーナフィールドからタンパベイレイズ対大分4ゲームシリーズ最終戦ゲーム4の模様をお伝えします。実況は私、谷口亮明でお送りいたします。さあ、プレーボールです。レイズ、ご覧のようなスターティングラインナップとなっています。サードを守りますパブロ・オズーナ、メジャー8年目のシーズンを迎えます。センターの守備につきます DJ アプトン、メジャー4年目のシーズンを迎えます。レイズのスターティングピッチャーはライアン・フェーラベンド。先行は大分、今シーズン絶好調のイチロー、現在6試合ヒットが続いています。さあ、1球目スライダー見送ってボール。さあ、ワンボールからうまく流し打ち、プロフォード取りました。ワンアウト。イチローレフトフライに終わりました。今シーズン絶好調のリュウ、現在6試合ヒットが続いています。直球見送ってストライク。さあ、初球ストライクからこれは見送ってボール。内角ボールだ、持ったショート掴んだ。ツーアウトです。龍、内野ゴロに終わっています。ボール外れました。さあ、ボールワンから直球ボール、カーブ見送ってボール。低めギリギリいっぱいストライク。そして5球目決まったストライク。さあ、6球目見逃しストライク、カウント、手が出ません。大分3人で攻撃を終了しています。1回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。大分スターティングラインナップはご覧の通りです。大分のスターティングピッチャーは役所投手前田。これから攻撃に入ります。レイズ、今シーズンは好調なバッティングを見せる岩村明典、現在の打率は3割飛んで1厘。斜めの球、空振り、バットが空を切りました。ワンストライクノーボール。さあ、初球空振りから真ん中打ちました。セカンド取った、ワンアウトです。岩村、内野ゴロに終わっています。バッターデイビッド・エクスタイン、現在の打率は2割5分4厘。スライダー外れました。さあ、ボールワンから内角低め打った。龍取りました。ツーアウトです。エクスタイン、セカンドライナーに終わりました。バッターはカルロス・ペーニャ、メジャー通算200本塁打まであと8と迫っています。現在の打率は2割5分5厘。そして2球目スライダーに送ってストライク、ボール、スプリット外れました。ワンストライクツーボール。さあ、バッティングカウントになって決まったストライク。さあ、平行カウントから真ん中打ちました。セカンド取った、一塁送球、スリーアウトです。最後は内野へのグラウンダーでした。1回の裏が終わってレイズ、大分、この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。今シーズン絶好調の鈴木、現在の打率は3割4分3厘。ワンアウト。鈴木、内野ゴロに倒れました。今シーズン絶好調の菊池、見送ってボール。さあ、1球目ボールからカーブ見送ってボール。外角低め見送ってストライク。さあ、バッティングカウントになってチェンジアップいった。打球はそのまま伸びていく。入った、入りました。ホームラン、第13号先制ホームラン。トロピカーナフィールドに飲み込まれていった。チェンジアップを見事に捉えました。1対0、大分1点先制。今シーズン絶好調のマット・タップマン、現在打率は3割4分4厘。直球見送ってストライク。さあ、初球ストライクから高めの球、空振り、追い込んでいます。直球打った、取りました。ツーアウト。タップマン、レフトライナーに終わりました。バッターはフリーマン、メジャー通算400本塁打まであと4と迫っています。現在の打率は2割9分2厘。外角低めいっぱいストライク。まずは初初球決めてきました。さあ2球目、低めの変化球、ワンストライクワンボール。アウトサイド高めいっぱい、ストライク。落差のあるカーブ、空振りストライクアウト。1対0、大分先制点を挙げています。レイズ、この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは指名打者フェルナンド・ペレス。現在の打率は2割6分2厘。第2球は引っ張ったファースト取った。一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウトです。ペレスファーストゴロに終わりました。今シーズン絶好調のゲーブ・グロス、現在打率は3割飛んで4厘。スプリットフィンガー見送ってストライク。さあ初球ストライクから低め際どいボール、ワンストライクワンボール。スプリットフィンガー外れてボール。次は4球目、縦のカーブはボール。直球見送ってストライク、ツーストライクスリーボール。次は6球目、低い球打ちました。サード取った、ツーアウト。グロス内野ゴロに終わっています。バッターはカール・クロフォード、メジャー通算三塁打、100まであと9本です。現在打率は2割2分7厘。一塁ベースを踏んでアウト。レイズあっという間にスリーアウトになりました。レイズまたしても三者凡退に終わっています。2回の裏が終わった。これから攻撃に入る大分、今シーズン絶好調のミルズ。現在の打率は3割2分1厘。まっすぐ見送ってストライク。さあ1球目ストライクから内角低め打った、セカンド取った、ワンアウト。ミルズセカンドゴロに倒れました。バッターはゴリ、現在の打率は2割9分4厘。変化球ボール、低めのダウンステア。さあ2球目、チェンジアップ空振り、チェンジアップが打てません。カーブ打った、ショート取った、さあこれでワンアウトランナー一塁。今シーズン絶好調のイチロー、現在6試合ヒットが続いています。外角低め見送ってストライク。さあ1球目ストライクからストライク、そして3球目ボール、1つ外した。ナックルカーブ打った、ファースト掴んだ、一塁はサイン発生。今シーズン絶好調の龍、現在6試合ヒットが続いています。一塁牽制、一塁へ牽制。インサイドコーナー空振り。さあ2球目、ランナー走った、ナックルカーブ打った、ショート取った、一塁転送、スリーアウトになりました。3回の表が終わって1点を追いかけますレイズ。今シーズンは好調なバッティングを見せるジョン・ジェソン、現在打率は3割飛んで4厘。ワンバウンド、ジェソンセンター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー一塁。まずは一塁牽制、外れたボール、ノーストライクワンボール。さあワンボールから決まったストライク、低めの球空振り、バッター追い込まれた、ツーストライクワンボール。インサイド引っ張った、取りました。前田レフトライナーに打ち取りました。そして続くバッターはパブロ・オズーナ、現在打率は2割3分8厘、高めいっぱいストライク。そして2球目、縦のカーブ外れてボール、直球外れました。さあバッティングカウントからバントしました。一塁線転がした、タップマンタッチしてアウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。バッターは広角打法を得意としている岩村明典、一打同点のチャンス。内側いっぱい決まってストライク。さあ初球ストライクから打った、流し打ち取りました。スリーアウトになりました。二塁ランナー残塁です。序盤3回を終了して1対0、大分1点リード。試合はこれから4イニング目に入ります。現在ホームラン数トップの大谷、現在シーズン本塁打数トップに立っています。これが2打席目になります。取りました。ワンアウトです。大谷センターフライに終わりました。今シーズンは好調なバッティングを見せる鈴木、最初の打席は内野ゴロ、チェンジアップ見送ってボール。さあボール1から、見送ってボール、チェンジアップいった、ショート取った、記録は内野安打。鈴木これで2打数の1安打。今日ヒットを放っている菊池、第1打席はホームランを放っています。今日2打席目、第2球はカーブはボール、フェイエラベンド、今の投球でちょうど40球目になります。そして3球目、アウトサイド打った。第4球はキレのあるスライダー、ストライクアウト、バットが空を切りました。今シーズンは好調なバッティングを見せるマット・タップマン、これが2打席目になります。カーブに送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクから、内角低め見送ってストライク、そして3球目、1球外してボール。一塁へ牽制球を送りました。外れた、ボール。さあ平行カウントから、空振り三振、タップマンスイングアウトの三振。4回の表が終わって1対0、大分1点リードです。この回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番デイビッド・エクスタイン、今日2打席目、アウトサイド高めに送ってストライク、初球まずは入れてきました。さあ2球目、スライダー打った、ピッチャー落下点、前田取りました。ワンアウト、エクスタインピッチャーフライに倒れました。バッターはカルロス・ペーニャ、メジャー通算200本塁打まであと8と迫っています。今日2打席目、スプリットフィンガー外れてボール、ノーストライクワンボール。第2球は決まったストライク、ワンストライクワンボール。さあ3球目、外のボールが待った。そして4球目、打った、引っ張った、入れは同点、どうだ、入った、入りました、ホームラン、第30号同点ホームラン。この日からフィールドに飲み込まれていった。ストレートを見事に捉えました。1対1、レイズ追いついた。そして今カムホーム。フェルナンド・ペレス、最初の打席はファーストゴロ、ボール外れました。さあ2球目、真ん中打った、センター落下点、取りました。ツーアウトです。ペレスセンターフライに終わりました。今シーズンは好調なバッティングを見せるデーブ・グロス、現在3試合ヒットが続いています。ボール直球外れました。さあボール1から、ストライク決まった、縦のカーブ見送ってボール、前田今の投球でちょうど40球目になります。空振り、これはバットが速い、ツーストライクツーボール。さあ平行カウントから、縦のカーブ外れました。グロスよく選んでいます。さあフルカウントになって、流し打ちはショート掴んだ、一塁へ送る、スリーアウトです。4回の裏が終わって1対1、レイズこの回1点返して同点としています。これから攻撃に入る大分、この回の先頭バッターはフリーマン、メジャー通算400本塁打まであと4と迫っています。現在打率は2割9分1厘。さあボール1から、チェンジアップ打った、セカンド掴んだ、ワンアウト、フリーマン内野ゴロに終わっています。今シーズンは好調なバッティングを見せるミルズ、最初の打席はセカンドゴロ、ボール外れました。ノーストライクワンボール。さあ1球目ボールから、空振り、そして3球目、内角際どい球、ボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントになって、スライダー打った、二遊間破った、ヒットになります。センター前、ミルズセンター前ヒットを放ちました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バットの先端、ショート取った、二塁へ、一塁はサインパスセーフ。今シーズンは好調なバッティングを見せるイチロー、現在6試合ヒットが続いています。ボール、さあ1球目ボールから、ナックルカーブ見送ってボール、ノーストライクツーボール。サイド厳しい球。さあバッティングカウントになってチェンジアップ打った、セカンド取った二塁へ。5回の表が終わって1対1同点です。これから攻撃に入ります。レイズ、この回の先頭バッターはカール・クロフォード。メジャー通算三塁打、100まであと9と迫っています。現在8試合ヒットが続いています。ワンアウトです。クロフォード、セカンドゴロに倒れました。前の打席にヒットを放っているジョン・ジェソン、これが2打席目になります。インサイド打ちました。フリーマン、落下点に入ってレイズ一瞬にして2アウト。バッターは BJ アップトン。現在打率は2割8分9厘。低めギリギリいっぱいストライク。まずは初球決めてきました。さあ1球目ストライクから、これは見送ってボール。スプリット打った。センター前に転がっていきました。アットン、センター前ヒットを放ちました。さあツーアウトから勝ち越しのランナーが出ました。まずは一塁牽制。縦のカーブ見送ってストライク。第2球は引っ張った。左へ打っていったが、これは切れてファウル。1つ外した。キャッチャー後逸。アットン、その間に二塁へ。さあ平行カウントになって空振りストラックアウト。オズーナ、スイングアウトの三振。オズーナ、チャンスの場面でスイングアウト。5回の裏が終わって1対1同点。試合は後半6回に入ります。今シーズン絶好調のリュウ、現在6試合ヒットが続いています。カーブ外れてボール、ノーストライクワンボール。さあ2球目、カーブはボール。インサイドコーナー空振り、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントから打ちました。バットの先端、ショート取った。ワンアウト。リュウ、ショートゴロに倒れました。現在ホームラン数トップの大谷、現在シーズン本塁打数トップに立っています。今日3打席目、カーブ見送ってボール。第2球はボール、外れました。空振り、バットが空を切りました。さあバッティングカウントから外角見送ってボール、ワンストライクスリーボール。アウトサイド厳しい球。第6球は真ん中打ちました。伸びる伸びる、まだ伸びる、入った入りました。ホームラン、第60号ソロホームラン。トロピカーナフィールドに飲み込まれていった。チェンジアップを見事に捉えました。貴重な一発を放ちました。そして今ホームイン。鈴木、今日3打席目。ナックルカーブ打った、ファウル。さあ1球目ファウルから真ん中打った、ショート掴んだ、ツーアウト。鈴木、内野ゴロに倒れました。今日1打点の菊池、これが3打席目になります。高めいっぱいストライク。初球まずは入れてきました。さあ初球ストライクからカーブ見送ってボール、ワンストライクワンボール。アウトサイドコーナー空振り、ピッチャー追い込んだ。内角低め打った、ショート掴んだ、スリーアウトになりました。6回の表が終わって2対1、大分1点勝ち越しです。レイズ、この回1番からの好打順。左バッターボックスはトップバッター岩村明典、現在打率は3割ちょうど。内角高め決まってストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクからインサイドへの変化球。縦のカーブ外れました。さあバッティングカウントになって真ん中打ちました。サード取った、ワンアウト。岩村、内野ゴロに終わっています。バッターはデイビッド・エクスタイン、現在の打率は2割5分。ストライク、初球まずは入れてきました。ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクからスプリット打った、ファウルボール。そして3球目、高い球打った、ショート掴んだ、ツーアウトです。エクスタインショートゴロに倒れました。前の打席はホームランのカルロス・ペーニャ、メジャー通算二塁打150まであと4と迫っています。現在の打率は2割5分6厘。第2球は直球見送ってストライク、2ストライクノーボール。一塁塁間ライナーヤブスいったペーニャ2打席連続ヒット。さあこれでツーアウトランナー一塁。そして次のバッターはフェルナンド・ペレス、今日3打席目。アウトサイドコーナー見送ってストライク、初球まずは入れてきました。ワンストライクノーボール。第2球は外のボールが持った、ショート取った二塁へ。中盤終わって2対1、大分1点リードは変わりません。ゲームはこれからセブンスイニングに入ります。今シーズンは好調なバッティングを見せるマット・タップマン、現在打率は3割4分2厘。ナックルカーブ見送ってストライク。さあ1球目ストライクから、これは見送ってボール。第3球はカーブはボール。さあバッティングカウントになってカーブ外れました。さあフルカウントになってスライダー打った、ファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウトです。タップマン内野ゴロに倒れました。バッターフリーマン、メジャー通算400本塁打まであと4本です。今日3打席目。初球引っ張った、これはスタンドに入ります。ファウルボール。さあ1球目ファウルから、アウトサイド低めボール。クロス追っていった、その間に打ったランナーは二塁へ。フリーマンダブルを放ちました。さあこれでワンアウトランナー二塁。今シーズンは好調なバッティングを見せるミルズ大分、追加点のチャンスを迎えています。低めの球見送ってストライク、まずは初球決めてきました。これはボール。インサイド引っ張った、ワンバウンド。ホームセーフ、セーフ、大分リードを2点に広げました。さあこれでワンアウトランナー一塁、バッターはゴリン。これが3打席目になります。ここでタイムを取りました。レイズピッチャーが変わるようです。バルフォア今日2番手としてマウンドに上がります。真ん中打ちました、センター落下点掴みました。今シーズン絶好調のイチロー、今日はここまで3打数ノーヒット、現在6試合ヒットが続いています。カーブに送ってストライク、ワンストライクノーボール。一塁へ牽制球を送ります。あっと登れない、一塁牽制アウト。7回の表が終わって3対1、大分この回も1点を追加、2点を追いかけます。レイズ先頭バッターは5番ゲーブ・グロス、現在3試合ヒットが続いています。これはダウンステアボール。さあ1球目ボールから、縦のカーブ見送ってストライク。菊池中手に入った、取りました。ワンアウト。グロスレフトフライに終わりました。バッターカール・クロフォード、メジャー通算三塁打100まであと9と迫っています。現在8試合ヒットが続いています。ショート掴んだ、レイズ一瞬にしてツーアウト。クロフォード内野ゴロに終わっています。今日ヒットを放っているジョン・ジェソン、今日3打席目。見送ってボール。前田今の投球でちょうど70球目になります。さあボール1からスライダー打ちました、ライト落下点取りました。スリーアウトになりました。最後はライトフライに倒れました。7回の裏が終わって3対1、大分。この回は打順よく1番からの攻撃です。今シーズンは好調なバッティングを見せるイチロー、今日はここまで3打数ノーヒット、現在6試合ヒットが続いています。第2球は外のボールが待った、センター取りました。ワンアウトです。イチローセンターライナーに終わりました。今シーズン絶好調の龍、現在6試合ヒットが続いています。まっすぐ見送ってストライク。さあ初球ストライクから直球ボール、ワンストライクワンボール。アウトサイド打った、セカンド掴んだ、ツーアウトです。龍内野ゴロに終わっています。今日ヒットを放っている大谷、前の打席はホームランを放っています。これが4打席目になります。ストライクアウトサイド厳しいところ。さあ1球目ストライクからカーブ打った、センター落下点取りました。センターフライに倒れました。8回の表が終わって3対1、大分2点リードです。2点を追いかけます。レイズ今日ヒットを放っている DJ アップとメジャー通算二塁打100まであと3と迫っています。これが3打席目になります。ここでタイムです。レイズピッチヒッターを投入してくるようです。ピンチヒッターはジャスティン・ルジアーノ。現在の打率は3割3分3厘。ルジアーノライト線にヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁。ここでタイムを取りました。レイズピッチヒッターを投入してくるようです。バッターは代打マット・ジョイス。レイズ続けざまに代打を投入してきます。現在の打率は2割7分6厘。ここでタイムです。大分ピッチャーを変えてきます。松井今日2番手としてマウンドに上がります。ここでタイムがかかります。レイズ代走起用します。バレル一塁に入りました。まずは一塁牽制、内角低め見送ってストライク。まずは初球決めてきました。さあ1球目ストライクから一塁ランナー、サード取った。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。バッターは広角打法を得意としている岩村明典。今日はここまで3打数ノーヒット。これが4打席目になります。初球打った、よく取った、ツーアウト。バッターは広角打法を得意としているデイビッド・エックスタイン。今日はここまで3打数ノーヒット。これが4打席目になります。さあ2球目スラーブ打った、ショート取った、スリーアウトです。8回の裏が終わって3対1、大分2点リードを変わり、いよいよ最終回を迎えました。今シーズンは好調なバッティングを見せる鈴木。今日はここまで3打数1安打。今日4打席目、レイズ守備を固めてくるようです。まずは1球目、初球打ち引っ張った、サード掴んだ、ワンアウトです。鈴木サードゴロに倒れました。今日1打点の菊池、今日4打席目。アウトサイド低め見送ってストライク。さあ1球目ストライクからレフトポール際入りました。ホームラン、ホームランです。第14号ソロホームラン。今日これが2本目のホームランです。チェンジアップを見事に捉えました。4対1、大分。今シーズンは好調なバッティングを見せるマット・タップマン。今日はここまで3打数ノーヒット。これが4打席目になります。まっすぐ見送ってストライク。さあ初球ストライクから真ん中打った、グロス取りました。ツーアウトです。タップマンセンターライナーに終わりました。前の打席でダブルを打っているフリーマン。メジャー通算400本塁打まであと4本です。現在の打率は2割9分3厘。さあ初球ストライクからフルスイング、空振り、バッター追い込まれた。さあ3球目アウトサイド打った、セカンド掴んだ、スリーアウトです。9回の表が終わって4対1、大分この回1点を加えています。3点を追いかけますレイズ。先頭バッターは3番カルロス・ペーニャ。メジャー通算二塁打150まであと4本です。現在の打率は2割5分7厘。ここでタイムを取りました。レイズ代打を起用してくるようです。ここでタイムです。大分ピッチャーが変わるようです。ウォード今日3番手としてマウンドに上がります。今日の試合をハイライトでご覧ください。さて今日のプレイヤー・オブ・ザ・ゲームは大谷。今日の試合を決定づける勝ち越しホームランを放ちました。今日の勝ち投手は前田。今シーズン3勝目を挙げています。負け投手はベイエラ・ベンド。今シーズン